空有利かな。空側はやることないですね、これほぼ。ちゃんと徹底して、弾管理とか、ちゃんとやったら、空を本当にやることがない。ステージによって差は変わったりはするけど、だいぶ強い。カズヤは微有利かな。カズヤは、もう基本的には、特殊を食らわないガン逃げ戦法が結構効きやすい。カズヤにとっても身内捕まえるのは結構しんどいと思う。捕まえるっていう過程がめちゃくちゃ難しいので、PS 関係なく結構勝ちやすいかなと、カズヤは。個人的に、きつい、楽、勝てるみたいな感じに捉えてくれたらなと思います。ミュウツーの相違では絶対にないですね。前回のやつをまず並べてみましょうか。ちょっとちゃうな今俺が思ってる中でのやつと。前回は今年の3月ぐらいに作りました。9ヶ月経ってますね。今は、前回のを再現してますね。最終アップデートが入りまして、カズヤ、セフィロス、ソラを、加えた状態で、こう、新しく構築していきたいと思います。まあ、前回の画像と、比較するとですね、こんな感じかな、今。ビフリが増えて、ビユーリもちょっと増えたりもしたんですかね。左が前回で、右が今の感じですね。前回と、ま、いろいろ戦ったりとか、いろいろやったりとかして何が変わったかっていう比較にもなればなぁと思います。よろしくお願いいたします。空はね、空有利かな。空側やることないですね、これほぼ。ちゃんと徹底して、弾管理とか、ちゃんとやったら、空を本当にやることがない。ステージによって差は変わったりはするけど、だいぶ強い。カズヤは微有利かな。カズヤは、もう基本的には、特殊を食らわないガン逃げ戦法が結構効きやすい。カズヤにとっても身内捕まえるのは結構しんどいと思う。捕まえるっていう過程がめちゃくちゃ難しいので、PS 関係なく結構勝ちやすいかなと、カズヤは。微有利の方に、ちょっとホムラを追加しました。理由としては待ってる。ホムラは本当に待ってる。別にクースターのところの余命とかいかなくていい。シャドウボールと念力で結構、封じれることができる。でもこっちも待てる要素とか、復帰阻止とかがあるので、ホムラは割と身内相手にしたくないんじゃないかなと思います。光ですね。光は、なんて言うんだろう。体感はシークみたいな感じと一緒ですね。崖が上がれないとか、ずっと着地できないとか、光を全然出してこなくて、ホムラが多い人たちが多いから、まだ勝ててるけど、ちゃんと光を詰めてる人に対して、身内で戦ったら、めちゃくちゃきついんじゃないかなと思う。不利じゃないのは、やっぱりシークとは一応一緒の意味合いではあるんですけど、こっちの火力も高いので、まくることはできるし、復帰阻止っていう選択肢があるから、現状はビフリでいいかなと思ったりもしてますね。セフィロスは、ストックを最初に削ったもんが勝つっていうゲームですね、本当に。ストック先行ゲーです。対セフィロスは。こっちがストック先行されたら、めちゃくちゃきついですし。あとステージにもよりますね。終点ならば、セフィロスに対して有利なんですけど、挑戦状とかかな?やったら、セフィロスの方が有利。復帰阻止も一応できるし、セフィロスに対して。で、セフィロスはセフィロスで、こう、体のデカさとかもあって、撃墜は一応しやすい方とかもあったりとか。本当に硬派というか、だいぶ慎重。引っかかったものが負けるし、引っかけた方が勝つとかいう、結構面白いカードかな。だから5分かな。有利からじゃあ、整理していきますか。リトルマックはね、ちょっと、ない。リトルマックはちょっとめんどくさすぎる、こいつは。ただ、復帰阻止できればすごい強いけど、まあ、読み合いが発生してるから難しいな、リトルマックは。上強から、こう、上 B が繋がったりとか、リトルマック自身の攻撃力も上がったりとか、ちょっとめんどくさくなってるんで、有利ではなく、微有利に置いときたいですね。メンタル的にはすごい、俺は嫌なんですけど。ガノンは、ちょっと五分に、オフラインでどうかわかんないけど、オンラインだったら五分でもいいかなと思っちゃったりしてますね、最近。ちょっとオンラインガノンがすごい強いっていうのもあったりとか、壊されやすいっていうか、一回ミスったら一気に変わってしまうっていう時点で、ビフリぐらいでいいかなと。ガノンドルフの下 B なんですけど、見てからガードが間に合うのが、どうしてもオンラインやったら遅れてしまう、ちょっとだけ。そういう意味でもちゃんと処理できるならば、オフラインやったら有利なのかもしれないけど、オンラインだったらちょっと難しいなと思ったりもしてるので、まあ、強気ですけどね。でも、ビューリぐらいかな。勇者な勇者に関しては結構なんかメンタルに左右されてる気がすんだよな、俺は。勇者はビフリ側には置きたいねんけど、多分もっとお互いもっともっと煮詰めたりとかちゃんとしたら五分になるんじゃないかなと。まあ、身内もやることあるしね、全然。復帰生きにくいっていうのがちょっとしんどいけど、ロボ五分でいいかもしらんな。ビユーリやったロボが、まあ、五分に置いてるのはもう今、もうロボット使いが身内に完全に慣れているのと、特殊コンボの精度がものすごく高くなってしまっている、もうロボットが。めちゃくちゃ脅威になってるっていうのと、キャラパワー高いプラス、念力を見てからあっちもやることがある。ロボットも体でかいし、身内のコンボも入るし、復帰阻止できたりとか、ガッチできついとかではないから五分でいいかなと思ったりもしてるな俺は、俺はね。竜五分でいいかも。竜はちょっと、
竜強化されてからやってないんだよな。ここはねちょっとわかんない。ゴブかビユーリーかどっちかですね。竜に関しては灼熱が強化されてシャドーボールとどこまでこうやりにくくなったんかとかは全然わからんからな。正直ステージによってこう勝ち負けの差が出るゴブなんじゃないかなと思います。ステージが終点やったらすごいやりやすいと思うね竜って。でもスマムラとかやったりとかしたらすげえしんどいと思うねんな。どっちかっていうとネスとマルスはビユーリでももしかしたらいいかなって思っちゃったりもしてますね。マルスはルキナよりかは安定感が減ったりとかするのと、まあ、先端は確かに辛いけど撃墜の持ちやすさとか待ちやすさはルキナよりはマルスの方がこうやりやすいの でネスはネスでリーチがないのでファイヤーの読み合いとかが分かってしまうともう基本的にはこうミュウツーには差し返しが難しいと復帰阻止もされるし、ネスは意外とやっててミュウツーはやりたくない相手なんじゃないかなと思いますね。ドンキーはもう一本選手とかならめっちゃしんどい。ドンキー一本選手きつい説はもうマジで提唱したい。本当にしんどい。こいつもステージによりますね。ポケスタ2小戦場ならしんどいし終点ならやりやすい。ただオンとオフで全然違います。オンだったらゴブまたはビフリに置きたいんですけど、オフだったらビユーリかユーリのどっちかに置きたいですね。めちゃくちゃ見れる。何が見れるかって相手の行動から、例えばドンキーコングのダッシュアタックにシャドーボール相殺して止まったところに金縛り入れたりとかそういう確定方法があるんですけど、そういうのはもうオフやったらすげえもっと反応しやすい。復帰阻止がめちゃくちゃしやすいオフは。そういうのも踏まえてゴブに置いてますね僕は。ロイもゴブでいいかな。強い方のロイとか当然いらっしゃるし流れを取ったら強いと思うけど、ロイに対してのやることもミュウツーはあるしステージによって差が変わるっていう点ではゴブでいいんじゃないかなと思いますね。クッパはね俺もう特定のすげえ強いピンククッパーに負けてるのはもちろんのこと、他のクッパーにもそんなに勝率良くなくて。